て皆さんお元気でしょうか。竹島ひろしです。もうすっかり皆様 CD 聴きまくってくださってますね。ありがとうございます。はい、何の CD かって、そりゃそうですよね。デビュー20周年記念のストーリーズという、コンセプトアルバムでございます。そのストーリーズ全作品を手掛けてくださってますのが作詞家の松井五郎先生、作曲家の寿司見隆先生です。今日はその両先生にお越しいただいてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、このストーリーズについていろいろとお話を伺っておりますが、なかなかその普段は聞けない話をこの YouTube で皆様お聞きいただくことができて、相当喜んでくださっているはずなんですよ。今回もさらにいろんなお話を伺いながら進めさせていただこうと思います。というわけで松井先生、進行よろしくお願いします。MC 松井で、いや、前回前々回とね、はい、これまでに発売された曲について十何曲ありましたかね。随分、はい、随分と返してやって、いろいろなことをさせていただきましたが、いよいよ発売後ということで、はい、今日は新曲について秘話を清水先生の方からいろいろお聞きしたいと思っていますけど、お待ちしております、はい。じゃあ早速聞いていきましょうか。そうですね、まず、ディスク1のこれ1曲目、インストのテーマソングがあるんですけど、それの歌物としては1曲目になります。この曲を聴いてください。ないように見えて痛いとこもある、涙だって散々流し影で拭いてきた。タイトル、また人生を知りました。はい、ぴったりですね。僕にそう、人生知りました。知っちゃいました。これも視線で書いてある。うん、これはね、これ曲線でね、これはほら、夢の振り子があったから書けたようなもんだからね。 あのパターンを竹島君でできて、その延長線上のまた一つの一曲としてね、書きたいなと思うんだよね。タイトルもいいね。いいですね。また人生を知ります。いや、俺もこれシングルだと思って返したから毎回そうだね。毎回シングル大事だ。大事、本当にいい詩だよね。これはでも夢の振り子の路線ということで、高島君的にはなんかこう歌のアプローチっていうのは、なんかそういう、こう気持ちのつながりみたいなのもあったりした。ありましたね。それでまたさらにこの歌詞がすごく自分に言われているような気がして、結構なんか心当たりがある部分が多いんですよ。なんかバカもしただろ、無茶もしただろ、そうそう、立ち当たりでしょ、わかるみたいな。でもあんまりバカしたり無茶したりしてる感じに見えないけどね。結構してるんですよ。そうなんです。こうで聞かせて結構秘密主義なんですよ。はい、いやいや、秘密も何もこのままなんですけど、まあただ僕が自分でそう思ってるだけで、人から見たら大したことねえよっていうことの方が多いとは思うんですよ、正直言って。今まで振り返ると先生ね、僕らの印象で言うと、はい、ちょっと黄色信号でちょっとオーダーほど渡っちゃったぐらいな気持ちですよ。それぐらいもなんか無茶っていうとね。なるほど、鈴木君の無茶と竹島君の無茶じゃ
無茶の度合いが違う。若干世代も違うってのもありますよね。だんだんほら若い世代になるに従って、多分今の僕よりもさらに下の子たちは無茶も何もその無茶っていうことも知らない人の死がどんどん増えてきてるじゃないかな。コンプライアンス的にね、確かにこうネットの世界だといろいろ。でも逆にほらあのちょっとあの踏み外した YouTuber みたいに、なんでそんなことやるんだろうみたいな無茶をする人も若者もいたりするから、ちょっと極端だよね。そうですよね。でもなんかあの僕もこの曲すごい好きですけど、うん、なんかどんどん人生を知ってね、吉野君には一回りも二回りも、まあ、とはいえ僕なんかもこの年ですけど全然まだ人生分かってないですけどね。そういうふうにしてるのがまだまだ人生よ。あ、そういうことですね。本当にこの歌も僕自身にも響きますけど、きっと皆さんにもまた共感してもらえるところがいっぱいあるんじゃないのかなと思いますし、そうね、いくつになっても旬な人生を歩んでいただきたいな。やっぱりまだまだどうにかなる道があるものさなんかな。いいと思う。私も知ってあれですね、根底にはさ絶対新しい明日があるとかさ、まだどうにかなるとかさ、まだいけるみたいなさ、そうだと流れてないですか、ね、まあ、あの結果的にやっぱりその歌の果たした役割っていう意味ではね、うん、あの歌ってたらもう生きていきましょうというところを話しましたけど、やっぱりその何かどんな辛い状況でも何かこう力を探していくっていうような、まあ、力になってほしいとは思って、まあ、もちろん何となく本当にどん底に落ちてこう振ったりなんか歌うようなしみじみこうしみるような歌ももちろんあってもいいと思うんだけど、あのなんかこうちょっと光が見えるような準備をしたいなと思って、ね、歌うそういうのがね存在だな。全般通してこう聞くとやっぱりただ底抜けに明るい曲歌ってもダメなんですよ。そうそう、ね、割とこう8割方暗いこと書いてるんだけど、最後の2行でこう出口を見つけるみたいな、そういう歌が、まあ、芸風といえば芸風な感じ、うん、ね、ありがとうございます。人生を知りました。でもこの中その夢の振り返りの曲はちょっと竹島スタイルみたいなものもね、そうそう感じになってるよって。そうそうそう、これは収穫だよね。だからこういうパターンも一つの竹島君の歌の中の軸にあるね。その延長線上どのあたりかな、どのあたりがそういう風に、いや僕もなんかそんな気がするんですけど、自分でだからまあいろんな歌ってきた中のパターンがあ、音楽的にも含めてよ、だから夢の振り子があるおかげでこういうのできたな、これが最初にできるっていうよりはあれがあって、その延長線これがあって、だもう一回なんか散策このパターン作りたいなと思う。やっぱり歌謡曲っていう中でやっぱそのポップスの利用がやっぱりあって、はい、あのそれでいて、まあ、応援歌というかね、そういう要素もあり、うん、あのでも男と女のっていうかちょっとした、まあ、いいロケというかな、なんかそういう部分もあって、ある意味すごくそのいろんな要素が詰まったあの形になっていると思うんですよね、夢の振り子とか僕の歌っていうのは。そうね、だから、うん、その意味で美味しいところがいっぱい入って幕の内弁当みたいな感じのいろんな味が楽しめる、うん、歌になってて、でそれをやっぱ竹島君がまあ、ジャンルって言ったらやっぱタクシーを披露しているジャンルの一つの象徴的な、うん、歌のシリーズになっているような気がしますね。そうそうそう、ありがとうございます。ぜひ、はい、ぜひ第3弾第3弾を期待したいですね。結構また人生を知りました。そしてみたいな、ね、そう、はい、期待で では次、はい、よ、はい、
覚めるベッド、君のいない部屋に時が埋もれて消える。強く、こういう感じの歌結構好きなんですけど、この歌は練習してるときに結構いけるかな、いや結構ハードルが高いんだなってことを気づいて、この歌を練習してるときにハッと思ったことがあって、その今回のアルバムで新曲として録音する歌の練習をしてるときに、特にこの歌のときに気づいたのは、あれって、それ辻先生とは合ってないなって思って、今回その、いつもだったらそのキー合わせみたいな感じで先生の事務所をスタジオの方に伺ったりするのに、あれと思って、でも全部バッチリだよねって思った時に、辻先生が全部僕の声を全部分かってくださってるんだな、それにすごく気づいちゃって、うん、それで涙が出てきちゃった。すごい、これはすごいことだなって。普通必ずその聞き合わせを、まあ作曲の先生なのかディレクターなのか誰かが必ずやると思うんですけど、そうやってあると思って、そこまで深く僕のその音色的なことを知ってくださってる以上は、僕そっと心して取り込まないと罰が当たるなって、この強くを思いながら感じました。今回でも相当歌変わってるよね、クオリティが。本当ですか、うん、まあ前がダメだったというそういう意味じゃなくてね、より一層なんかあの、うん、なんていうかな、凝縮されたっていうか、重心がこうガッと低くなって、すごいこう安定感のある歌で、うん、やっぱりこうそういう、そういう歌でこういうのを歌われるとやっぱりいいよね。これも一つはその、例えばあのなんだっけな、いっぱいあるんだよじゃない前にあの水曜日じゃなくて、さっき聞いた、さっき聞いた、なんだろう、前回聞いたやつの例えば誘惑とかね、はいはい、うん、あの一つの流れの延長線上にある歌だと思うんですけど、やっぱりこういうのも今歌えるのって竹島くんがやっぱ筆頭だよなと思うんですよね。そういう、まあこれも一本のまた違う音楽の軸としてね、また第3弾を作ったりね、はい、なんかやっぱりこう前回前々回も含めてこう聞いてくると、うん、やっぱり竹島宏の世界っていうのがこうちゃんとできてきたんじゃないかなっていう気はすごくするなと思って、うん、だから竹島君自身もその自分のいいところをこう、まあ、少しこう理解しながら歌ってる感じ、うん、だからそれはすごく感じるところではあって、なんだろう、まあ野球で言うと野球で例える必要全然ないんだけど自分の持ち球がこうだいぶ分かってきてる感じ、はい、そう、昔は力任せにやっぱりストレートだけ投げて自分の体調悪い時はこう打たれたりするみたいなのがするんだけど、今はよしここはこれぐらいの感じで投げるとすごくあの三振が取れるみたいな、なんか野球知らない人は何言ってるか全然分かんないかもしれないですけど、まあでもその加減みたいなものが今回こうやってあのアルバム通して聴いてると、ああ自分の抱きしめるして世界はこうなんだなっていうのをだいぶまあ理解してるんじゃないかなっていう気はすごくした。そういうのあるでしょ、近くに。そうですね、そのコロナ禍で歌えない日が結構続いた時に、うん、自分を見つめ直す時間があって、うん、そういうことが結果的に、ね、うん、今に繋がってきてるのかなって思いますね。去年、一昨年、
今年かぐらいまでは本当にがむしゃらに毎日仕事をしてたんで、それはまあそういう状況に恵まれていたということもありますし、自分も一日でもスケジュールが空いてたらとにかく何でも言ってくださいってお願いをするような状況で、とにかくずっと走り続ける中でいろんなことを勉強してたんですけど、まあ、去年はその全てがストップしてしまった状況で、でもなんか僕なりに家で何か勉強していなきゃいけないなって思った時に、先輩たちの歌とか好きな歌を改めて聴く時間もあったんですが、一番多かったのは実はその今までの自分の音源を聴き返す時間が一番多くて、それでそのまあ自分の気持ちもそうなんですけど、テクニカル的なことも含めていろいろと見直しチェックし、そして確認し、そしてどうやってお客さんに届けていったら自分の気持ちが音になって届く状況になるのかなっていうことをいろいろと、自分なりに分析、自分で人間を分析して、まあ、分析した結果長所も短所も含めて、長所はこういうふうに伸ばせたことなのかな、短所はこれはちょっと何を攻略してこれを短所をなくしていったらいいのかなとか、短所をいいふうに持っていったらいいのかなってことを考える時間は結構あったんですね。まあもしかしてそれが今回のエコーに確かにともつながっているっていうのもあるかもしれない。まあ具体的にどうがどうっていうことは正直なくて、その気持ちっていうのはすごく大きいなと思いました。あと下準備もすごくちゃんとしてきてる感じでしたね。相当と力が入って練習しない代わりに先生の歌すごく聞きましたこれ結構練習しないっていうと語弊があるんですけど、練習するの結構我慢しました。要はその自分の中で青写真が描けるまで声に出すのちょっと我慢してこらえて、それまではその先生の土見先生の電話テープの歌とか、あとそのオケをとにかくしっかり聞いて、どういう風な楽器の流れとか、どこにどういう楽器でアクセントがついているとか、ここからノリが変わっていくとか、サウンドがこういう風に変化するとか、あとはコード進行的なところも、コードを弾けないくせに感じるってことをしてみようかなとか、そこで色の変化をつけていこうって僕なりに、なんで相当先生の歌に今回は力をいただきました、辻見先生の。でそれとともにめっちゃうまいじゃん先生と話して本当すいません、スタッフがみたいな、こんなうまい先生の時って歌えないよみたいな、でもそこを乗り越えていこうっていうふうに。今年はデュエット版とか出してみたいなのさ、ちなみに今ハモってますからね。そう、まあ、ハモってる。そうなんですよ、ね、ほとんど先生ですよ、ほとんど全部ですよね。まあそう、まあ、そう今回のレコーディングで歌い上げの時に鷲見先生がちょっとたまにハモんねよって僕に言ってきたんですけど、いや、いいんですよなぜかってみんな楽しみにしてるんですよ、ファンそのほら去年セルビアンタワーで松井先生のライブ出させていただいたじゃないですか。その時にその辻見先生とデートさせていただいて会いたくてしたのが、もうあれがもうみんな忘れられないいい思い出だでも今度はなんかデュエットをねオリジナルで、あともう一つ、そう今思い出しました、その松井先生のライブの映像を見たファンの皆様から一様に動く寿司、動く松井、この両先生を見ることができてすごく感激だったもちろん歌マックス見てくださってる方もいるんですけど、見てなかった方たちが松井先生と寿司先生が動いてる姿を見るとよかった写真では先生の姿を見てるんだけどって、すみません、今ご報告だけさせていただきました。
てね、今回もね、こうやって動いてる姿を見ていただいて、もうすごいですよね、動いてますね、ずっと動いてますよね、先生たちもうちょっと動けるように頑張りたいと思いますけど、さあ、じゃあ次の聞きたいんですけど、はい、これも実はね、ずっと僕自身がこういう感じの曲、私も絶対合うだろうなと思ってたタイプの曲なんです、聴いていただきたいと思います。迷子になったシャツボタン、ボタンと読みます。ボタン、最初は俺も読めなかった。すみません、勉強になりましたね、皆さんね。勉強になりました。読めないかな。というか、まあ、ボタン、この木、まあ、こういうカタカナ、ルミフってあるようなカタカナの映像しか見たことがなかったかもしれない。これ先生、むしろこのボタンって、うん、この感じ、感じにやっぱりこだわりが、あ、それはありますよ。あの前回の時 の太陽と月のクローズもそうなんです、はい、あれ実は太陽と月の、間にだったの、間に、最初は間にしてて、その次は太陽と月の十字架にしてて、で最後クローズにしたんですよ、はい、それなんだかっていうと、こういうふうにアルバムなんかでこうタイトルが並んだ時に、例えば漢字漢字カタカナとか、ひらがなひらがな漢字とか、そのバランスがすごく気になるんです。そうそうそう、レイアウト、デザイン的なレイアウト、はいはい、うん、で、あのジャケットとかね、で、そういうことも含めて、何かこれは漢字にしようとか、これはひらがなにしようとかってすごくあるんですよね。いや、でもこれでね、たくさんの人はボタンかけるようになりますよね、かける感じね。いや、でもたくさんの人っていうか、割と年齢がね、上の人は多分かけるのかな、ボタンぐらい。若い人はね、分からないですけど。これはアレンジが野口さんね、野口さん、本慶一郎さん、ピアニストね、はい、素晴らしいよね。もうこれも本当にあのいろいろな、まあ、昭和歌謡のムードだと思うんですよね。で、もともとでも僕らが本当に聴いてた昭和歌謡って実はアメリカのジャズだったりとか、そうそうそう、割と洋楽のそういったところからこうモチーフを持ってきて、それを日本風にアレンジして作ってる、まあ、時代、服部先生とか、あと勝久先生とかが築き上げた時代ってのがあって、そういうところのなんかこう匂いっていうかな、なんかそういうのを やりたかったなって、そう思って、まあ、まさにその感じにアレンジもしやがってね、素晴らしいね。でも歌うの難しいと思うんですよ、これね、力の加減が。ロックでも上手だったよ。いや、本当ですか。うん、すごいですね。見えづる。本当ですか。あの、寿司見先生はあの褒め上手な方で、うん、褒めることしかしないですよね。そんなことないですけど。そんなことないですか。あの、うん、ダメな時は黙っちゃう。うん、あ、なんとないですね。うん、いや、もっとだから、そうだな。いや、でもまあ、ダメな歌ってのはないからね。あ、ただ、もっとこうしてほしいってことは言いますけど、もうでも全然、また一つのこういうパターンというか、このそうね、軸ができたんだね、この西野博士の一つの中、たくさんある中の一つにこういうものもいっぱいやってきたいなっていう。自分たちが関わってて言うのもなんでないですけど、高島君にすごく恵まれてるなと思うのは、あの今やっぱこういう時代だからシングルをこだして、それをヒットさせるために次を何やろう、次を何やろうっていうふうにやっぱり考えていくじゃないですか、はい、でもやっぱそういうやり方って、あの下手するとちょっと悪循環になっちゃう。要するに売れなかったからもうこういうのはやらないみたいな、こう否定に入っていっちゃう時ってあると思うんですけど、ね、でも僕らそう、まあ、古い話ばっかりしてもしょうがないかもしれないですけど、80年代とかってやっぱりこうレコードがたくさん売れて CD がたくさん売れる時代って、割とこう制作費もたくさんあって、いろんな冒険をさせてもらったり、いろんなジャンルの曲をあの作ったり、
してた時代で、本当にその頃僕らは本当たくさん勉強させてもらったと思う。で、竹島くんはその意味では今まさにそういうなんかアルバムの作り方をしてて、あの本当にいろんなジャンルの曲をあのトライさせてもらって、でそこでいい形ができればそれがまた竹島ひろしの世界に一つずつこう新しい引き出しが増えていってるっていう、なんかこれはすごくね、こう歌手としてあの、まあ、恵まれてるなっていう気はすごく印しますよね。普通だったらやっぱりこんなにね、ましてやこの厳しい時代に2枚組の CD を、それも全曲オリジナルでしょ、で新曲はもう半分近くあって、すごいことですよね。これが本当にあの去年までファンの皆様が本当に応援をくださってたって言葉きり言いますね。そのシングルでもずっと積み木版をずっと出し続けるような形で、まあ、ここ数年続いてたんですけども、まあ、そういった中でもずっと応援をくださって、まあ、中にはその月枕とかゴールドディスクの認定をデビューして初めていただけるぐらいの、まあ、あとの作品もそれに並ぶような成績を残させていただけたっていうことも含めて、それでまあ今回僕はちょっとアルバムを作りたいっていう、まあ、長年ずっとお願いをしてたことだったんですけど、それを20周年に叶えさせていただけたっていうのは、まあ、皆さんが資料を買ってくださって、そして応援をくださってきた、まあ、その本当にそのおかげですね。まあ、それも含めて松井先生と堤先生に全編をプロデュースしていただけるようなアルバムっていうのは、まあ、僕こうしていつもずっと いさせてもらってるからあれなんですけど、他の人からするとすごくあの裏回しがあっていただくような、本当に大きな出来事で、ね、感謝してます。ありがとうございます。というわけで、はい、ああ行けますか次の曲に、はい、では紅メランコリア、怪しげなタイトル。街人は来ない、深爪を募るマニキュアの赤が心に苦い、冷めてゆく花を。これはどうして歌ってね。あ、これは難しい、難しいでしょ、これ難しいです、これ、難しいよ、結構あの先生作っててそう思いません？あ、これ自分でも難しいなと思って歌いやだからすごい上手に歌ってびっくりした。いや本当です、仮歌の時からなんかすごい上手じゃないですか。でもこれあのあとタイトル最初メランコリアだけだったじゃないですか、そこに紅がつきましたね、やっぱ赤っていうのもそうだね。あとまあ、さっきも言ったけど、タイトル、タイトルだけのリズムかな。あなんかそういうのをこうちょっと気になって。もちろんこのマニキュアの赤っていう言葉も印象的ですけど、この紅っていう一文字がつくだけでカラフルになるような気がしますね、イメージ。確かにそういうこう色とかやっぱりそのイメージの強い。クローズとかね、はい、そのようなってこう輪郭がはっきりするっていうか、そういう、まあ、言葉の使い方ではありますね。なんかでもあの切なかったり辛かったり寂しかったりする方が多いじゃないですか、うん、大丈夫歌っててこうなんか自分でこう結構嫌いじゃないですかあの不幸癖はい、どっちかというと不幸癖が似合う男になりたい。まあ自分で書いてっていうのもあれですけど、あの寂しい人が多いですよね、この主人公がね。あと顔に似合いますよね、寂しげな方は。僕の顔に基本的に
確かにね、そのそういうこう高島君が歌ってなんかこうムードが出るような、まあ女性の主人公のキャラクターっていうかそういうのを考えてはいるんですけど、ね、何ですかね、好きですよね、そういう。これは曲調で言うとまあちょっと誤差じゃないですか、うん、まあこれもまあその意味ではなんだろう、高島君に合う曲調ではあるそうね。聞いちゃいましたなんか、ゆりかんが心地のいいですよね。いや、よく歌って、今歌ってるな。俺は結構難しかったもんね。ですよね。でも何回も歌ったの。これでもあれですよね、カラオケなんかで女性が歌ってもすごく合う。あるんですね。まあ、そもそも女性の詩だし。そうそう、なんかね、たくさんの歌って、まあ、女性が主人公のものもたくさん、書いてるんですけど、やっぱりぜひカラオケで歌ってみてほしい、うん、そうだね、バーですね。さあ次、はい、次は問題作、問題作この曲を聴いてもらいましょう。はい、渋谷にはまたいびつなビルが立ちました。初めてこの街へ来たあの日、いつかの、はい、いつかのせいね。まあ今までにもちろんない感じの曲だったと思うし、はい、まあ、曲の長さも長いし、なんでしょう、まあ、ある意味シングルではちょっとね、やりづらいタイプの曲ではあるんだけど、まあでもこういう感じのものをやりたいというかね、どうだろうかって話が来て、まあ、であればもう、まあ、これぐらいつけるかなのをちょっと潔くねやってみようということで、まあでも結果すごくいい歌だったなと思うんですけど、これはやっぱり作るの結構大変、これまあ視線ですね。視線ですね。これは全然実は大変じゃなかった。大変じゃん。これね大好きなんですよ、俺こういうの。うん、それでまあ大好きなんですか。大好きなんです。こういうまあいわゆるまあ高島君なんか、はい、まあ、テレビで歌うことを考えると、はい、どうしてもコンパクトな作りを意識するでしょ、普段は。だけどこうやってこの言葉がこう。たくさん、まあ単純にたくさんあって物語がこうある歌を料理していく俺の醍醐味っていうかね、つまり作曲家がどうするんだと、それだからこれ五郎さんから来た時武者震いという作曲武者震いですとかいう言葉を返したと思うんですけど、さあどうしようかっていうこの瞬間が一番もう大好きだったんですよ。それでまあそのテーマから始まっていわゆるテーマの一部で終わるというのはもう いわゆる進行も指定してあったので、そのここから作り始めるんですよ、一番最後で。それを夢を持っていきながらもうあとはもう流れのまま、これね言葉がねどん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 こうなんていうかな、情景がこう視野が広がっていったりさ、そういう書き方になってるでしょ。だからね、そのままねこう気持ちの赴くままね盛り上つけていけばいいんですよ。だから逆にみんなこれ言葉が多くて難しいでしょってよく言われる時あるんですけど、実はこれは実は、まあ、簡単っていうか実はとってもつけやすい詩でしたよ、うん、どうですか、歌ってみて。これレコーディングの時にまずいですね、イントロ聞くだけで僕が泣いちゃいますねみたいな話をしてて入りそびれるみたいなそれぐらいなんかグッとくる、はい、これも歌のこの表情のバランスは難しいよね。一回
これをこの歌だけは逆に練習ができなかったんですね、うん、で先生の新先生のデモテープを聴いていてもこの歌を歌うときは新先生じゃなくてちゃんと自分じゃないといけないなって思ってそれで先生の歌もずっと聴かせていただきながらでも全く違う風に響かせないと僕のいつかのステージにならないって思って、うん、結構これは歌詞を合うかな合うかなって思ってでメロディーだけもずっと追っていってそれで最後に歌詞とメロディーが自分の中でぴったりハマった時に歌いができたのかなこれはある意味風巡りのあの青年が辿ってる現在進行形みたいな歌だよね。まあなんだろう生きてみましょうみたいに多少こう時間が経ってその世の中とこうリンクするような曲もあれば、今僕らが現在進行形で見てる風景だったりとか、なんかそういうものを肌で感じながらそれをこう作品に落とし込んでいくみたいなね。なんかこういう歌っていうのは本当は僕は歌手の人には必ずこう歌っていってほしいなと思う反面、でもやっぱりなんかもうちょっとその分かりやすいものでみたいなこうヒット曲の作り方ばっかりこう作り込んじゃう時代になっちゃってるから、うんうん、その意味では逆に本当にこういうのを作らせていただいてっていうのもなんだけど作ることができて本当に作家これも作家のように尽きる本当そうですかなと思うね。普段5分超える段が作れないからね。そうですよ、ね、昔は良かったけど今はもうそんなの持ってんのかみたいな空気があるじゃん。でも、まあ、やっぱりコマーシャルを出てくれないとやっぱ3分ぐらいでもう1分テレビだってね。そうです。でも本当実はこういう曲でなんだろうテレビ出て歌えるような時代というかね、なんか世の中になってほしいなってもうちょっとしたりもしててね、うん、まあ、これも本当にいつかの青年というのはもちろん自分自身でもあるっていうことで言えば、うん、まあ、本当に年取ってってこういろんなことがあると思うけど、高島君自身への、まあ、これも本当に応援歌になっていくと思うし、聴いてくださってる皆さんの気持ちになっていくような歌だと思うからね。なんか本当に何だろう、これなんか若い人にも聴いてほしいよね。そうですね、若い男の子に、高校生とか中学生とか、うん、そうですね、なんかそれを歌い続けたい、歌い続けなきゃいけない歌だなと思いますね。このいつかの青年みたいな歌っていうのは、そのテレビなんかではなかなかその尺の関係、時間の関係で、そうそう、歌うのって難しいとは思うんですけど、でもやっぱりその歌の持っているものも昔みたいにっていう言葉は良くないのかもしれないですけど、ちょっと前の時代の人たちが歌にエネルギーをもらってた時って結構歌の歌詞とかメロディーを咀嚼しながら、うん、味わってたと思うんですよね。まあ、その音楽っていうものをそういう楽しみ方もあるんだよっていうことを新しい世代の人たちにも知ってもらうためにも、まあ、その方たちとその新しい世代の方たちと、まあ、直接の接点があるかどうかはちょっと今は分かんないんですけど、でもいつかどっかで交わった時に、あ、こういう音楽っていうのもあるんだっていうことを分かってもらえる、知ってもらえるまでやっぱり歌を続けたい歌だし、で、まあ、僕自身もこの歌を歌うことによって、まあ、そういうことをイメージしながら先生も作ってくださったと思うんですけど、僕も広島から出てきたでしょ、はい、だからなんていうかな、まあ、この中の具体的な共通項というよりもこういうその青年、僕は自分のことを思い出しながら作りましたからね。それでやっぱりこのまま後半のどう歩いてきても時は明日しか示すの、夢に届くという誰にもいつかの青年はきっとする、あの時はみんなそう思ったでしょ、僕は
それでね、まあいろいろ挫折もしつつ、でもまあ振り返ってみて、わあ、なんてこんなに今幸せな自分がいるんだろうみたいなのも思いつつ、なんかこんなんでおごってちゃいけないとかさ、もう一回あそこの自分のあの時の自分に戻ってさ、もう一回頑張ろうなんて思うことは僕の年なんかでもあるわけですよね。だから本当に普遍的な、あの具体的なことは書いてるけれども、テーマは普遍的だと思いますよね。なんかあの世の中がね、もうちょっとコロナが落ち着いてフェスとかで、なんか高島君に全然違うジャンルなんだけど、なんかロックフェスみたいなのに出てって、なんかギター一本でこれ歌ってほしいなみたいなそんな気すらするよ、そういう夢もしつつ、そうですね、うん、なんかそのジャンルにとらわれないで、ジャンルを超えていくことだと思うしね、これなんかはね、ぜひ、ね、たくさんの人に聞いてもらって、うん、さあ、じゃあ次へ、トゲっていう曲があるんですけど、うん、これはまあ、ここまで話してきた中で、やっぱり竹島ひろしの世界の、うん、もうまあ、収穫になるような感じの曲だと思うんですけど、はい、どうぞ。すごく向いてるっていうか、はい、もうここで掛け声披露してるって掛け声を入れてほしいというような作り方ですよ。いろいろ考えてね、いろいろ考えてる、じゃあ皆さんよろしくお願いします。サンドラッキングから、ね、皆さんと作り上げていく、そうそう、曲ですよね。美味しい言葉がいっぱいですよ、ね、美味しい言葉がいっぱいですよ、うん、これまあ、痛いっていうのはその、はい、痛みの痛いもありますけど、そこに痛いって一緒に痛いの痛いのもあるんで、まあ、それでカタカナで書いてあるんですけど、なんかそこら辺のこう、ね、ファンの方がこう気持ちを感じるできるようなね、意気込みになる。皆さんの表情は目に浮かびます、ね、目に浮かびます、いいね、これはすごくいいですね、はい、これも、いや、これ何がいいって、一人で歌ってても、めっちゃテンション上がりますよ、本当に、本当に、バカかお前みたいな感じで、夜中部屋でもう痛いなんか盛り上がれる、だからちょっと元気がないなとか、そういう時にもうこれ、もうトゲから始まるみたいな。あ、僕の中で恋待ちカウントと並ぶそのアイドリングソングです。そうでしょ、だからあれがあったからまあここに到達したみたいなところも本当はあるんですよね。あ、いろんな流れがあるんですよ、ね、この恋待ちカウントの流れから言うと次の曲歌うのが言うと、まあ、僕の中で詩としては割と、うん、同じ流れにあると思うんですけど、はい、だって男と女の曲、これを聴いていただきましょう。愛の夜は人で溢れたフロア、どちらからともなく近づいた指先、ああ恋なんて。ムード界をど真ん中みたいなね、びっくりしました、これでもね、何かの間違いですかみたいな、え、もうそれどういう、すしみ先生はこういうメロディー作ってくれるのかね。もう大好きですね。大好きですか。もちろん大好き。だからもうね、うふふって思いながら聴いてましたし、
うふふ、なんかこのイントロが流れた瞬間ににやけちゃうんですよ。ええみたいな、松井寿司見コンビがこれええみたいな、すごい。でもこれはファンの人めっちゃ好きですよ、これでしょ、めっちゃ好きですよこれ。でうまく歌ってるよこれもね。歌ってますか。うん、これは割と自分でもうまく歌ってるなと思います。まあムード界は ムードコーラスグループだよね、はい、僕らのイメージとしては。だからもし PV 撮るようなことがあったら、うん、もう高島くんの後ろに高島くんが3人か4人こう同じ高島くんがいてそう一緒にコーラスをするみたいな、そういう PV 撮ったりね、一人がこうガッといったらエキッといったらスローカーマサシさんみたいな感じでそうこう見てるみたいな。皆さんファンの皆さん大好物だと思います。ムルトマティスを作った中でシリコラスっていうのはこれ初めてないですよ。まあ、あの吉木の章は4つであるけど、こういう、うん、ないですね、歌謡曲系でシリコラス初めてかもしれないね。これも超違ったっけ。え、これも全ハーフ、これも全ハーフですね。まあでもこういうタイプの曲もね、本当に先輩方がたくさん名曲を作ってらっしゃるから、だからそこに負けないようにね、うん、と思って、本当はもう毎回こう挑戦したいなと思っていてね、うん、いや、こういう曲を先生方が作るっていうイメージが全くなかったので、その時にいただいたデモ曲、何曲もあったのに、その日はこれだけがずっと残っちゃって、だって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 ずーっとだってだって言ってもずーっと黒場に行っても何してももうだってだってですね。それぐらいインパクトがありましたね。もうミラーボールが似合う曲というね浴衣とミラーボールが似合う曲っていうそういうちょっと懐かしい昔の温泉街そういうキャンペーンしたいぐらいの感じですよね。でもいいよね、なんかすごい新鮮そうですね、すごく新鮮ですよね、逆に。まあ、アルバム全体として本当に飽きない感じがそうね、シーンが見えていい、うん、まあ、そういう意味では進行してますけど、はい、そういう意味では次の曲もね、実は僕は高島君が初めてアプローチした、まあ、世界というか詩というかね、はい、聞いていただきましょう。イニシエの橋。はでも具体的に地名を出してるわけではないので、そういう意味でやっぱり京都を舞台にした歌っていうことでは初めて、高島の作品の中では地名を出してやらせてもらったんですよね。これもでも瞬間的には今までと違う引き出しというか、そうですね、アプローチで、うん、これも視線なんだけど、うん、やっぱりこういうものもね、メロディーから先に書いてって言われると、あ、ちょっとやりにくいんだけど、こういうその言葉遣いとかそういうのがあると、もうそれだけで引っ張り出されるからね、僕らもね、やっぱりこれは視線の良さだと思うんですよね。でまた上手に歌ってるよね。俺これすごい難しいんじゃないかなと思ってたんですよ。難しいと思いますか。難しい、難しいですね。なんかね、やっぱりその抑揚の付け方とかが、俺も自分でデモテープ歌っててね、作ったはいいけど、どういうふうにこう気持ちを込めてる竹島が歌うんだろうなんていうことを思いながら作ってた。うまく歌ってる。でもなんかね、メロディーの中に含まれてるビート感みたいなものが、うん、
自然にそういうふうにさせてくれてたのかもしれないですね。こういうあの三拍子的なものもあれだよね。ないですね。三拍子っていうのはあんまりないですね。なんか、なんだろう、まあ他の作品の中でも、まあ、ちょっとこれはちょっと異質じゃないですか、こうなってきてみると。でも元々はどっちかというとこういう感じの世界のものも多く出すんでしょう。そうでもない。でもここまでしっとり系というか静かな歌ってあんまり、そのあと音符が結構伸ばす感じの歌ってあんまりなかった気がします。これもまた一つのね、そうですね、引き出しとして、はい、高島の中で、うん、なんかこういうジャンルをやっていくと、そういうようなね、一つの。でも、ファンの方が、ちょっと裾野が広くなりそうな、うん、楽曲ですよね。うん、さあ、じゃあ、新曲の最後の曲、これはまあ僕は大好きな曲なんですけど、夕焼けのバラ。小学校6年生か中学校ぐらいかな、あの聞いていた、まあ、いわゆる青春で、まあ、森田健作さんとかが出てた、青春物語というかな、学園物語みたいなね、うん、で、ああいうの主題歌の匂いがすごくこれある曲で、うん、もう一気にその自分の10代の頃までこう行ってしまう感じがあってね、うん、そこはやっぱりすごくそうなんですね。だから多分私のことはちょっと世代間にアップがあるから多分この曲からあの感を感じるものって違うと思うんですけど、でも僕らぐらいの昭和30年代ぐらい生まれぐらいの人たちにとってはすごい懐かしい感じがすると思う。逆に今新曲としてこういうのを歌う人がいないじゃないかっていう、歌える人もいないし、うん、聞かないですね、こういうのだし。でもまあ多分まあ原曲っていうかこういう曲が生まれた背景にはやっぱりちょっとウエストコーストの僕らの時代で言えばね、イーグルスとかアルバート・ハモンドとかそういうこう70年代のウエストコーストのポップスロックみたいな。昔のグループサンズも割とこういうシンプルな作りをしてたよね。さっきのあのまあちょっと曲調は違うけど A ダッシュそれで山があってまた A のテーマに戻るみたいなさ、そういうのもね、うん、今あんまりないでしょ。ないですね、うん、だからねなんかあの割と僕と五郎さんよくそういうシンプルなね、うん、本当にもうすぐ覚えられるシンプルな歌もやっぱり俺ら そこの方が難しいんだけど、ぜひね、それはやりたい一つのテーマでもあるわけ。その担い手になっていただきたい。実は俺すごく、俺も大好き。歌ってた、歌ってた、歌ってた、どう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 なのどうなのって俺作詞家と作曲家が疲れても疲れにくいかもしれない。これは結構あんま好きじゃないそうこれあの簡単そうに聞こえるかもしれないですけど結構難しかったです。そうよね、そういう感じだ。なんだろう、何が難しいのかって多分自分の中に例えば今まで弾いてきたものの中にあんまりこういう
あの例えばこういうパターンだなっていう参考になるような手本みたいな ないパターン、そういうことだったかもしれないですね、うん、こういうのって意外とその強烈な個性を持って、うん、持った人がシンプルに歌うと結構入ってくると思うんですけど、僕みたいにあの割と薄い淡白な感じのそんなにどぎついタイプじゃない人間が歌う時って結構メリハリ、色付けのメリハリをしっかりさせないとなんかぼんやりとした歌になっちゃうっていうか、その歌の味噌みたいなところがなんかあんまりよくわからないまま、あ、いい歌だねって終わっちゃうっていう嫌いがレコーディングの時にあって、それでちょっと何回か歌い直しをさせてもらいましたね。なんかでもこうイメージ的に言って言うとさ、まあ、今のなんか話で例えばそういう学園もののさ、なんかこう全然こうどっちかというと生徒たちいじめられるような先生が主人公でさ、それが竹島くんでさそういう学園ものの最後のシーンで鎌倉の海かなんかでさこの歌が流れてくるみたいな、なんかそういうのも面白いと思うけどこれね、どんどん好きになると思う、歌っていくやつを PV で言ったらね、もう全曲そのストーリー、それこそストーリーズみたいな、ストーリーズそういうお話もらってもいいし、俺は竹島君のファンの人たちにも喜んでもらえると思うな。あのね、さっきのいつかの宣伝もそうだったんですけど、やっぱり男の人にちょっと聞いてもらいたい、ね、うん、やっぱり若い人もそうだし、今の話でやっぱり昭和をもう青春時代を生きてきた人たちが聞くと、やっぱりちょっとキュンとするようなメロディーがね、うん、今回のアルバムいっぱい詰まってるし、はい、今となってもね、うん、そう、なんかそうそう、もちろん女性ね、ファンの方たちに聞いていただきたいですけど、女性の方は彼氏やご主人や息子さんや友達さんに、ね、ちょっとそれこそさっきのいつかの宣伝みたいなやつはね、家でずっとこうヘッドホンしてる息子さんにちょっと竹島ひろしってこういうの歌ってるんだよってちょっと聞いてもらったり、今の夕焼けのドラッグなんかはちょっとこう疲れてるお父さんにご主人にちょっとカラオケで歌ってもらったりすると絶対ハマると思うんですよね。よろしくお願いします。さあ、新曲全曲、うん、はい、で1曲実はねこのアルバムのテーマ曲というかな、ね、テーマ、そうですね、曲みたいなことで、はい、朗読を、はい、ストーリーズという曲がね何曲かと一緒に入ってまして、そのうちの1曲にザ朗読をやってるんですけど、はい、まあ、これはぜひね CD お買い上げ買っていただいて聴いていただけると、もう耳元で広島広志です。支えてますから。支えてますんで、正直ね。もう元で。ぜひ聞いていただきたいと思います。はい、さあ、実は3回通して、やりましたけど、1曲ね、まあまだ流してない曲なので、まあ、まさに、そうでしたね。実際に20年ずっと皆さんに聞いていただいた。はい。初めて好き。初めて好き。はい。そちらとじゃあ、イントロというか、はい、頭の方で見てみましょうか。カラオケです。歌われですか。歌は僕がわがままを言わせていただいて、もうこれを今年は出させてくださいって願いをして発売させていただいた歌だったので、いろいろな思いはあるんですけど、とにかく全国のファンの皆様に向けて、僕からラブレターをお届けする、そういう気持ちでずっと歌わせていただいてきました。私はその初めて好きになった人、皆さん今までずっと踊りありきでちょっとアップテンポな曲が続いていたので、皆さんにどう受け
と見てもらえるかな、ちょっと不安もあったんですけど、予想以上に待ってましたっていう方たちの声が多くてですね、いわゆるその踊らないで歌で私たちを魅了してくれる手島博士がまた踊ってきてくれたんですねみたいな感じのお言葉をありがたいことにいっぱいいただけて、それで、まあ、そういった中でも結局、まあ、なかなかそのコロナ禍で十分な音楽活動ができないまんまに時は流れていってしまったんですが、まあ、それでもその12月に第53回目の作詞大賞で松井五郎先生が審査員特別賞を受賞なさってくださって本当におめでとうございます。そのおかげでまたファンの皆様もすごく希望を持つことができましたし、あれはね、本当に前回の時に恋待ちカウンターで、まあ、あのノミネートさせていただいたんですけど、何もね、まあ、その時は賞はいただけなく、2人寂しい気持ちで帰ってきた寒い冬だったんですけど、で今回作詞大賞審査員特別賞という2曲しか選ばれない大賞とその賞のうちの1曲ということで、最初に、まあ、コールというか呼び出されて、うん、もうちょっとキョトンとした顔して後で聞いたら竹島君ももう帰ろうとしていたみたいな、いや帰ろうっていうか帰ろうじゃないか、まあ、もうそんな感じで割となんかぼーっとしてます。2人ともなんかね、結構、まあ、思いがけなかったというか、まあ諸先輩方もこの楽曲も素晴らしいものがいっぱいあったんで、ちょっとびっくりしました。それで、ね、せっかくなんでね、あ、実はこれ届いたばかりなんで、すごいですよ、ね、これ実はしんくんもいただいて、うん、いただきました。で、せっかくなんでなんか別にこうあれなんですけど、まだ額にも入ってないブログの作詞のやつで、おお、いただきました。すごいですよね。でこれ僕は串川先生の賞だからと思って、僕たち賞状とか盾とかいただけるって思ってなくて、そしたら気が付いたらお名前が入りましたんで送らせていただきますって言って届けていただいたらびっくりですよ。まあちょっとここら辺にですね、書いたんです、ちゃんと、うんうん、素晴らしい。あ、ここの時ね、あ、そうなんですよ、いただいて本当にありがとうございます。先生のくらいで僕また盾をいただいちゃって、なかなか、しかもこれ僕がいただいた盾で一番大きいかもしれないです。サイズ的に大きくて思ったんですけど、ね、もううちの人来てるんでしょ。来ました来ました。僕はまあ編曲もやってるんで、2つ来たこの症状も2本入ってて、そうだ、あれこれって松井さんと一緒に来てんのかなと思ってさ、やっだって、うん、ちゃんと確認したの、うん、まあ編曲の人にも、そうだね、作詞大賞は作編曲やると小中の盾が2つもらえるってことですよ。すごい賞した場合はね、そうです、初めて知った。いや、そうなんだ、本当にね、本当に良かったですよね。なんかあの時のね、まあ、恋待ちの話は前回かな、なんか話させてもらいましたけど、今回もリハーサルと、でも、もう緊張してて、前回のことがあったせいもあるかもしれないんだけど、全然ね、見ないんですよ。うん、で、まあ、実はもう一人、山内圭介君の残照という曲もノミネートさせていただいて、僕がこう座ってて、まあ、来た時に、まあ、ケスケ君は割とこうアイコンタクトで、なんかこう結構ニコニコっていうかな、こうアイコンタクトでしてくれたんだけど、ね、僕も、まあ、ちょっと LINE 見てたら、すごい不愛想だったらしくて、うん、もう少し笑った方がいいよって言って、ね、LINE もらったんですよ、番組の時生放送だったの、でじゃあ竹島君の時は少し笑おうと思って。で、笑ったら全然笑ってくれなかった。なんか一人で僕だけニコニコしてて、
なんかちょっと違和感が映像になってしまって、それぐらいもう目も合わせないんですよ。いや、合わせないっていうか、緊張しましたね。今から歌うんですからね、僕。いや、それは、今ね、そのお名前出ましたけど、山内圭介さんは先輩ですから、キャリアが違いました、僕。そう、それで、まあ、でもね、本当に、ちょうど、なんかボソボソ言ってたもんね。そうなんです、本番前に歌詞を歌詞間違えないので、急に歌詞が不安になっちゃってスタートする前に来ないと君ですよって初めて好きだと言い、初めて好きだとみたいな、あれ1番、2番みたいな、そんな状況だったんですよ。まあちょっと、まあ僕はね、どっちかっていうとね、もう本当にすんごい緊張しちゃうんですよ。あの時緊張してたね。すごい。でもそう、受賞してね、もう一回歌わせていただいた時も、で僕は後ろでこうね、食べていただいてこう立ってて、で、ま、斜め前で歌ってるじゃないですか。で途中感想だっけ？感想の時に。感想の時に見たよね。いや、こっち向いて、見ましたね。感じにするから、俺もあ、なんかこっち見てアイコンだとするのなんかと思ったら全然違うとこ見てるんだよね。もし録画撮ってらっしゃるファンの方に言ったら、あれは普通だったら、ほら感想だったらさ、こうね、お互いこうやったらよかったねぐらいのなんかこう感じに、そういう感じだと思ったでしょ。思ったでしょ。いや、多分僕そういうつもりだったと思うんですけど、いや全然多分ね、時間差があったんですよ。そう、つまり多分先生が僕がもう全然見ないなってもうずっと思ってたと思うんですけど、僕は見たつもりだったんですけど、伝わりにくい人間なんですよ、きっと。だからちょっとすれ違っちゃった。そうそうそう、すれ違いが多くてすいません。でも本当にいい、よかった。ね、はい、あの時歌もすごい良かったです。あ、間違いなく、僕もなんか見返したらオンエアを、珍しくよく歌ってた。自分で、あんまり不満がない歌唱でした、あの時は。ちょっとなんか、あの時は僕が歌ってなかったですね。違う人も乗り移って歌ってた。じゃないとああいう風に歌えなかった。なんかね、微妙なことなんだけどね、歌の間とかね、そのなんていうかな、タイミングとかいうのがね、まあ、本当に良かった。珍しくよくできてましたね、じゃあね。よくできてたと思うし、知り合いもなんかメールをくれて、いつも歌マックスとかで見てる人くれてる人なんだけど、今までで一番いい真面目で好きになった人です。その人は言ってましたぐらい、クオリティの、まあ、いい歌です。やっぱりその責任がありますもんね。じゃあこれからあれですね、僕と辻美くんがいつも高島くんの後ろでこうやって立ってね、どっかで歌唱するときは、そうするときっとそれぐらいのこうプレッシャーと緊張感で二度とない感じに歌えるんじゃないの。かもしれないですね。ただもう一つだけ言うと、あの日はもうあの歌のことしか考えてなかったです。いつもだと、例えば歌番組とかだと、ここでこういう質問をさせていただきますとか、そうなると僕もあ、なんか答えなきゃいけないなっていうことが一つあるじゃないですか。それだけで僕もダメなんですよ。半減したんですよ、パワー。そっちも行っちゃって、でもあの日は喋るところは全くないっていう、もう歌だけに集中できてない、だからなるべく歌番組で喋らないようにも、ね、あ、違いますっていう、それ喋るチャンスをいただけてありがたいことなんですよ。コメントしなかったっていう感じもなかった。ただ受賞の後、その時はコメントがありましたけど、逆にあの時も本当に何の準備もないじゃないですか、歌のことしか考えてないから、ちょっと待ってみたいな、なんかどうしようみたいな感じ、それぐらい多分ちょうどいいんでしょうね。だからこれから喋るとかは思わないで望めばいいんでしょうね。なかなかうまくいきませんね。まあでも本当に、本当におめでとうございました。ありがとうございました。次回は、私もいつかね、またさらに大きな賞を受賞をなさる松井先生をイメージしながら、みんなで力を合わせ乗り切っていきたい。そうですね、はいはい、そしてストーリーズ、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。松井先生と辻美先生が本当にもう
命削る思いで作ってくださった、歌の数々、本当にもうキラキラした作品がこの愛の中に収録されています。で僕も本当に改めて今回そのレコーディング含め、今このアルバムを聴き直してくれてですね、一曲一曲が本当に愛おしいですし、で曲によっては僕自身の心の教科書となるような作品もいただけたらなんて思いながら改めて聞いてます。ぜひ皆さん、ぜひ何回も聞いていただきたいなと思いますし、またいいなと思ったらお知り合いの皆様にもおすすめいただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。それじゃあ本当にお忙しい中、3回にわたりましてお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。こんな機会はもう二度とないと思いますけども、こんな貴重な機会はもしよかったらまた来ていただきたいと思います。それじゃあ皆さん、これからも応援よろしくお願いします。そして先生、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、またね。流れゆく日々にそっと思い出を隠す、大切なものを壊さぬように。